はい、ナパンです。バッシュメーター21の続きを遊んできます。よろしくお願いいたします。前回はですね、右上の方のこのレイクサイドビュー、が開放されて、その周りを走行していったというところになります。で、そちらのミッションをクリアしたところですね、エリアの開放なしで、この、オーリスハーバーと、あとここのデナリリサーチの接続っていうミッションがあったので、そちらは、進めました。進めたところ、このエリアですね。もう、すごい縦長なエリアなんですけど、はい、ここが、解放されたので、今回はここを、走っていこうと思います。で、ここも本当に直線で、まあ、回ってこれないっていう状況なので、ですね。ルートとしては、この今、ちょっと見づらいんですけど、この水色のラインですね。で、一番初めはこのイクリプス、もう噛んじゃったあれですけど、イクリプスベイをこう回って、そこから入っ、この新しいエリア入ってきて、直線の、筒のバス停を進んだ後に、またここを入って、ちょっとここの明るい水色はあれなんですけど、こっちですね。ベイツリーの、この、こういうバス、ここを通って、デナリサーチ通って戻ってくると。いうルートを作りました。はい。なので、今回はここを走っていこうかなと思います。今回のミッションは、乗客30人、オブサー、あ、読めない。読めないですが、ここですね。ここのバス停です。ここで、30人昇降させましょうというところと、夜間にルートを走りましょう。あと、プラネタリウムの広告を使ったバスを2台所有しましょうというところで、こちらは、あれですね、その、前回のミッションをクリアしたことによって、新たに解放された広告ですね。これ2台、つけました。あとはピーク時間のルートで、星さんの顧客満足度を獲得しましょうというところになります。夜間ってなんだっていうところがあるんですけど、まあ19時過ぎた後なんでしょうね。ピーク時間が19時前なので、なんかいい感じな時間って何なんだろうというところで、あ、またこれになってる。なんかところどころアップデートされてるっぽいですね、こうなると。この上下の時間変更なかったんですけどね、ちょっと前まで。であと、そうですね、これミッションクリアする、前に、まあいろいろ走ったんですけど、またのスロープが、一番初めに出さないと、ニーリングした後にスロープを出そうとすると、また何かに引っかかってて出なくなっちゃったんで、あれですね、なんかバグが治りつつ、また戻りつつみたいな。まあゲームでよくある、あれですね。一部治ったら一部が戻るみたいな状況になってるっぽいですね。はい。今回はこの夜間というかピーク時間、この中途半端な時間だったら、どっちも適用されないかもしれないですけど、ちょっと18時半頃。狙っていきましょう。まあ、どっか見て夜間ではないですね。
はい。ですが、こっから、走ろうと思うんですが、そう。このエリアの読み方を調べよう。はい、というところで戻ってきたんですけど、チンバーリッジらしいですね。うん。まあ、そのままやんっていうところですけど、はい。じゃあ、行きましょうか。で、今回の、あ、そうだ。バスなんですけど、ボルボの7600の、連結のバスですね。はい。ここで走っていこうと思います。で、ここのちょっと青くなってるところは、あれですね、あの広告ですね。プラネタリウムの広告が、を貼ったので、ちょっと、こんな感じになってるんですけど、ここに、プラネタまで書いてるんですけど、プラネタリウムですね。はい。これで行きたいなと思うんですけど、あの前のバスが全然動かないんですよね、これ。何があったんだろう、これ。とりあえず、今すぐ出発、ボルボ2900。え、しかもこれバス選ぶものも、ワンクリックじゃなくって、長押しになったんですね。このメーターがマックスになってからやっと選択みたいな。うん。あ、違いますね、これね。はい。じゃあ行きたいんですけど、一切動いてくれないですね、これ。なんだ？これどうなってんだ、これ。いる？おい。なんか遊んでばっかりですね。何が？どうしたらいいんだ、こういう時。あ、一旦。うん、こっち乗って。こうすればいいのかな。ああ違うんだ。私はこれを乗りたいんだ。もうやっと動いてくれましたね。よし。よし、もうこれのせいでも4分ぐらい待たされてますね。しゃあない。よし。じゃあもう一回、先ほどの、お？なんかおかしくなってないか、これ。なんかいろいろおかしくなってそうで怖いですけど。この、今録画し始める前も、1時間から2時間ぐらい運転してるので、その中では違和感なかったんですけどね。完全に路肩走ってましたね。大丈夫かな？よし。また、ちょっと1から。行きましょう。はい。まあ、そのせいであれですね。一番初めは誰もいないっていうところはちょっと、
乗客はいないっていうところで仕方ないんですけど、うん。なんか付近のルートが混み合ってるのでかずっと出てますねこれ。大丈夫かな。こんなとこで自撮りやめてくださいね。すんごいな、怪訝な顔しながら。あれかな、これがバスの扉だみたいな感じで自撮りかな。うん、不思議な人だ。ちょっと狭いな。いける？いけてるよね。はい。この車も結構なんかぶつかってそうですけどね、あんな段差なところで。よし、ちょっと付近のルート側がずっと出てて、ちょっと邪魔ですね。先ほどまでがイクリプスベイで、ちょっと言いづらいですね、イクリプスベイ。噛みやすい。で、こっからチンバーリッチのエリアに入りますね。もう住宅地とか、まあそういうところから完全に離れて、なんか自然な感じになりましたね。で、横断歩道がないのに普通に通行人が歩いてるときは、三人称視点に切り替えながら、バスの付近に、人がいないかっていうのをちょっと確認してから出ましょう。おお、大丈夫か？そんなギリギリで追い抜きたいのかい君は。完全にあれ事故ってたよあれ。よくここあれですね、バス買うときにここのショップ寄るんですけど、はい、ここに着きましたと。付近のルートは混み合ってるっていうのは、バスがとかでもなく、あれなのかな？車も本当に渋滞してるよっていうことを言ってるのかな？確かに車の量は多いですね。この
道に入って左折する人って、あれかな、 U ターンしたいのかな。右折する人は何のためにこっち入ってきたんだっていうところもありますけどね。ここ完全にあれですけどね、バスのショップしかないところなのに。まあ何かしら用があったということで。おお、なんか車がワープしてたぞ。ここはあれですね、そこまで整備されてないですね。なのでまあちょっとスピードはここまで出さずに行った方が乗客には優しいかもしれないですね。でまたこれフロントサンスクリーンの上げ下げがちょっと出てきて邪魔ですね。ほんと完全に自然なところにまあぽつりと何かな、会社とかそんな感じなのかな、とか美術館とか、まあそんな感じかな。急にあれですね、ほんと自然な中に。歩道ライン完全に入ってるけど大丈夫かな。で、チンバーが木材っていう意味だったのかな。なんでやっぱりその木材、うん、やっぱその木が多いですよみたいな。エリアなんでしょうね。いや、これ、後ろいますね。いますね、いますね。これ怖いですね、これ。大丈夫かな？乗客忙しいな。この人は起きてるか。車内見てないか、とりあえずこんな感じです。初めてこんな感じですっていうのはやってみたんですけど、確かに混んでますね、常に。で、ここのバス停でチンバリッジを、の最後のところですね。自然豊かなところを走りたいと思ったときはここら辺を走るっていうのが良さそうですね。って思ったら第4両か。あれ？さっき寝てた人がいたような気がしたんだけど。まあいいか。
ウィンカー出すの忘れてるな。よし、じゃあ次のところ行きましょう。今日結構あれだったんですけどね、車椅子の方乗られるケース多かったんですけど、今 いないな。今これになっちゃうんですよね。何かが邪魔になってスロープを展開できませんっていう。結構初めの方のアップデートで、まあ、ニーリング状態でもスロープ出るようになってたんですけどね。またそうですね、スロープ出なくなっちゃってるので、出ないなと思ったら一旦あのニーリングしてる状況であれば戻して、スロープを出しましょうというところですね。で、あとはそれでも車椅子の方が乗ってくれない時があるので、その時はちゃんとその順番、なんか順番があるんですよね。今車椅子の方いないですけど、一回スロープ出し切って二輪やって、でドアを開けるっていう、これやればほぼほぼあの車椅子の方乗車してくれるので、はい。それでも乗車してくれないのであればもう一度やるとかやれば大丈夫だと思います。そうですね。その投稿する前に、あ、スロープ出ないやっていうのと、あ、また久しぶりに車椅子の方が乗ってくれないと思って、何度か出したり戻したりみたいなことをやってたんですけど、うん、この仕様は一旦あれですね、一番初めに戻ったというところで、残念なアップデートですけどね。はい、よし、これで、デナリリサーチが最後か。で、一番最、次が最後のバス停になって、これ、そこが、ここの、あれですね。イクリプスベイの、クリムソンポイントかな?に向かうというところになってますね。誰もいないよね。はいはい。はい、これはこっちかな。あ、
間違えましたね。ちゃんと地形を理解せずにマップだけを頼りにするとこうなっちゃいますね。あらあらあら。いやけどこれはあれですね、あのウィンカー稼ぎですね。ウィンカーをや出して星をどんどん貯める遠回り作戦です。寝てると、まあ、次が終点なので先に起こしておかないと。よし、じゃあ終点に向かいましょうか。曲がりたいの？やっぱ指示器開けてほしいな。見えないところにで止まってしまったな。ちょっと強引に行くか。右、よし。いた。覗き込むとか、まあ普通の運転などの、まあ、顔を動かして見えないところも、まあ見えるようにしますけど、これできないですかね。ズームぐらいしかできないんで、ただああいう時難しいですね。ああ、最後の最後、停止位置が不適切です。はい。で、ピーク時間のところで、星、まあ、5近い満足度が出たので、クリアと。けどね、やはり夜間っていう扱いじゃないので、またあれですね、ここの、まあ、夜間で走って30人、ここのバス停で止まるっていうのは、公開で進めたいと思います。はい。それ終わったら、もう解放されてないエリアっていうのが、もうこの、こっちの左上の、もう、残り1、2、3、4、5、6、6つのエリアになりましたね。もうすぐで、このマップのゴールが見えてきたなというところになってますね。はい。ですので、また引き続き新しいエリアが出てきたら、出るまでそうですね、進めて、また新しいエリアを、動画投稿内で遊んでいこうと思います。はい。あ、ちょうど雨降ってきましたね。はい、ですので、またこの数日間の中で、なんかアップデートが入って、使いやすくなったところと使いづらくなったところとか、ちょっとあると思うので、はい。それはちょっと気をつけながら、遊んで、いければなと思います。はい、では今回はここで終わりにしたいと思います。永遠にあれですね。付近のルートは混み合ってるので左を押して引き継ぎましょう。ちょっと押そうかな。
押しても意味ないですね、これね。なんだろう。ここで離れればいいのかな。うん。ではこの塗装工場前で今回は終了にしたいと思います。はい、うん、ではご視聴いただきありがとうございました。